第16位鈴木大地2割7分5厘。コンパクトなスイングで安打を放つバットコントロールが持ち味の選手で、失投を見逃さずに打つことができ、バントも得意としています。打撃タイトルを獲得したことはありませんが、毎年安定した打率を残しています。第15位、西川遥輝、2割7分6厘。50メートル5秒8の俊足と、一定の長打力を兼ね備えている選手です。打撃フォームは一本足打法ですが、追い込まれるとミート中心のスイングに切り替えるという特徴があります。また視野を広くするために帽子のつばは折らず真っ平らにしています。第14位、丸吉弘2割7分9厘6毛。とにかく出塁することに強いこだわりを持っており、2018年にはシーズン歴代4位となる130四球を記録しています。その一方で2013年から10年連続で2桁本塁打を放つなど、長打力も兼ね備えています。また2017年には171安打で最多安打のタイトルも獲得しています。第13位、中村晃2割7分9厘8毛。選球眼や粘り強さが特に優れており、本人も選球眼の向上や出塁率に強いこだわりがあると語っています。加えて非常に高い打撃技術も持ち合わせており、秋山浩二や王貞治から技術や打撃職人などと称されるほどです。高校時代には通算60本塁打を放つ強打者でしたが、プロ入り後は首位打者を取れるような打者を目指すようになりました。第12位、栗山巧2割8分。手元までボールを呼び込みバットを振り切る打撃を持ち味とし、選球眼、出塁能力、投手に球数を費やさせる能力に優れている選手です。三振が少なくどんなボールにも対応できるため、投手からすると非常に投げづらい打者であると言えます。第11位、浅村栄斗2割8分1毛。リーグ屈指の勝負強さを誇る強打者で、2度の打点王を獲得し、2020年には本塁打王のタイトルも獲得しています。初球から積極的に振っていくタイプで、浅村自身もファーストストライクから思い切りバットを振っていくのが自分の長所だと思っていると語っています。第10位、角中勝也2割8分4毛。バットを短く持ち、重心の低い構えからのコンパクトなスイングが特徴の選手です。体に近いポイントにボールを呼び込んで緩急に対応し、ツーストライクからはノーステップ打法に切り替えるなど、追い込まれてからの打撃にも長けています。2012年と2016年に首位打者のタイトルを獲得しています。第9位、長野久義2割8分1厘。ヒットゾーンが広く、ボールゾーン打率がリーグ平均を大きく上回る選手です。ホームベースから離れて構えるのが特徴で、内角のボールは鋭く踏み込んでレフトに、外角はライトに捌く広角打法を持ち味としています。2011年には首位打者のタイトルを獲得しています。第8位、山田哲人2割8分6厘2毛。 NPB における日本人右打者シーズン最多安打記録保持者であり、史上初の本塁打王と盗塁王の同時獲得者です。また日本プロ野球史上唯一のトリプルスリーを3回達成しています。インコースの球のさばき方がうまく、ここぞの場面で結果を出す勝負強い打者です。第7位、銀次2割9分。もともとアマチュア時代は捕手として活躍していましたが、プロ入り後打撃を生かすために内野手にコンバートされました。左打者ながら左投手を苦とせず、右投手相手を上回る打率を残したこともあります。内角球をわざと詰まらせてレフト前に落とす打撃技術を持っており、空振りが少なく早打ちの傾向があるため、三振、四球ともに少ない選手です。第6位、大島洋平2割9分6毛。ボールを手元まで引きつける打撃を持ち味とし、低めの変化球を右方向に運ぶ技術に長けています。タイミングを崩されてもヒットゾーンに運ぶ技術を持っており、2019年と2020年の2年連続で最多安打のタイトルを獲得しています。第5位、坂本勇人2割9分8毛。レギュラー定着以降12シーズンで平均157安打を記録しているヒットメーカーで、2017年には NPB 史上2番目の若さで1500安打を達成しています。外角を苦手としている一方で、インコース打ちの技術は球界屈指と評されており、首位打者と最多安打のタイトルをそれぞれ1回ずつ獲得しています。
第4位、中島博之、2割9分3厘。バットを高く掲げ後方に倒す独特の構えが特徴で、速いボールカウントから積極的に踏み込んで打ちに行く傾向があります。本人曰く、ゴルフのピッチングウェッジを打つ感覚で右手を押し込む強さを加減して打球の飛距離を調節できるらしく、宮本慎也からは天才と評されています。第3位、秋山翔吾、2割9分クリーン。 NPB におけるシーズン最多安打記録保持者で、首位打者を1回と最多安打を4回獲得している球界屈指の安打製造機。 50m5秒9、 一塁到達 3.88 秒の俊速と遠投 110m の強肩を兼ね備えており、まさに走攻守揃った名選手です。またパリーグ歴代1位、 NPB 全体では歴代2位の連続フルイニング出場記録を持っています。第2位、柳田悠岐、3割1分5厘。2015年から2018年にかけて4年連続で出塁率と長打率の両部門でリーグ1位を記録しており、球界でも群を抜いた打球の飛距離と高打率を両立していることから、球界最強打者と称されています。打撃だけではなく、 50m5 秒台の俊速と遠投 125m という驚異的な身体能力を誇り、2015年にはトリプルスリーを達成。まさに走攻守揃った名選手です。重心を左の軸足に残し、豪快さと柔らかさを兼ね備えた打撃で、逆方向の左翼へも強い打球を飛ばすことができます。逆方向に引っ張るとも称される広角への本塁打は、松井秀喜からセンターから逆方向にあれだけ距離が出るのは今までの日本人には見られなかったと評されています。第1位、青木宣親、3割1分7厘。首位打者を3度と最多安打を2度獲得。卓越したミート感覚でヒットを量産し、安打製造機とも称されています。メジャーのスカウトたちからも高く評価されており、 MLB 以外でプレーしている選手の中で最高の選手、めっきり少なくなった理想的なリードオフマン、パワー以外の全てを兼ね備える、コンタクト能力に秀でており、2番打者として理想的な選手と評価されていました。またブルワーズ時代に監督を務めていたロン・デニキーから、テンプの才を持っている、あんなに手と目をうまく連動させる選手はこれまで見たことがないと絶賛されていました。打撃フォームは例年マイナーチェンジしており、打てない時期が続くとき、元に戻せるなら問題は簡単です。なかなかそうはいかないから、逆にフォームをちょっとずつ切り替えていくことで打てない時期を短くできるとコメントを残しています。コメント通りに何通りかの打撃フォームを状態によって使い分けています。いかがでしたでしょうか。この動画が面白かったと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。